さよならしまーす。はい、というわけで、まあ、今3月の10いくつなんですけど、はい、まあ、これから4月になって、新しいね、新学期が。新学期始まります。はい、そこで、まあ、皆さん多分、まあ、グローブ関係、オーダーする人がちょこちょこいると思うんですよ。はい、自称ね、グローブオタクということで、はいはいはい、グローブをオーダーシミュレーションをね、はい、してみようかと思います。はい、まあ、多分、まだオーダーしたことない人もいると思うんで、はい、オーダーってこういう風にやるんだよってことを、まあ、僕も知らないんで、あんまり。はい、ちょっと教えてもらおうかなって、はい、で良平なりのかっこいいグローブを、うん、はい、紹介してもらおうかなと、はい、思います。はい、ってことやっていきますか。そうですね。で、パソコンでシミュレーションできてて、まあ携帯でもシミュレーション自体はできるんですけど、今回はちょっとパソコンで、ね、パソコンの方で、はい、やっていきます。はい、で、まあパソコン持ってないよとかいう方は、まあ、お店のに行けば多分お店のパソコンがあるので。そうですね、普通の薬局ショップね、はい、薬局ショップに行けば、はい、オーダーとか受け付けてるところもあるんで、はい、でそこで一緒にシミュレーションさせてくれるみたいなところもあるので、ちょっと気になっている方は、まあ、スポーツショップ等でも、いろいろ聞いてみるのはありなのかなと思います。はい、それではやっていきましょう。 GO! 今これが水野のホームページなんですけど、はいはいはい、この中で、今回は、まあ、グラブ、まあ、BSS、BSS 店だと、まあ、加入してないところももしかしたらあるかなとは思うので、普通にグラブってとこを押して、はい、更新しますか。公式の、まあ、じゃあ水のプロで、はい、でここでまたさらに一般用だったり高校野球対応のね、はい、公式用とか選べます。じゃあ高校生向けでいきますか。作りますか。はい、でじゃあ今度はまたポジションがどうしましょうか。じゃあ投手用にしましょう。投手用で、はい、シミュレーションがスタートになります。はい、でこれ他のオーダーのやつだと、さっき種類が一つだけだったんですけど、他にも種類は、モデルって言ったらいいのかな、うんうんうん、何々選手モデルだったりとかっていうのは結構かなり増えるので、これ僕ちょっと質問なんですけど、はい、これオーダー終わりました、そしたらなんかクリックしたそのままもう行くんですか。いや、お店にコードをお店に持ってったりとかすると、うん、お店のだったりが読み込めるんで、うんうん、まあ、逆に言うとそのコードを僕に持ってきてくれれば、僕が水野さんのホームページを開いて見れたりっていうのもあるっちゃあるので。そうですよね、はい、そういう感じらしいですよ。そうです、そうです、はい、まあ、パソコンでやるから携帯でやるからそのまま水に送れるってわけじゃないんですよね。はい、それはちゃんとお店に持っていかないといけないと、はい、いうことになります。はい、主力部はもう高校の公式になってるので、そのまま次グラブスタイルが、まあ、通常これですね。通常のこれね、はい、マーク、ランバードのマーク、はい、まあ、今限定の、おお、俺もやってる、俺もやってる、はい、で選べます。はい、ちょっと今回はまあじゃあダイバーシブ、ダイバーシブしますか。はい、まあ2人ともちょっと右投げなので、右投げようと、はい、はい、次でこれが IB ラインというラインがありまして、 IB ライン、もともとは井端選手が作ったのかなっていうラインなんですけど、若干の違い分かるかな。これがあり、分かんない。ここの切り込みみたいなのが、うん、あ、マークの後ろ側ね。そうです、そうです。なるほど、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 はい、ここの、これね、これね。そうです、はい、はい、まあ、今回ちょっとありで、おお、やっていきます。で、まあ指カバーも投手用なのでありにして、まあ指カバー、まあ投手だったら大体つけてる方多いのかなっていうのと、もう2つは、まあ、指当てだけ、指当て、はい、だけです。へえ、内野手みたい。そうですね。とまあこれ全くないよっていう、まあ、小指2本で使う人なんかは全くなしでもいいのかなっていうのはありますね。うん、まあ、今回はまあ普通のピッチャー用ということで指カバーをつけて、紐の通し方に関しては、基本モデル通りしかシミュレーションでは選べないので、はい、はい、それにしていきます。で、今度ウェブなんですけど、ウェブに関しては水野さんめちゃくちゃ通し用だけでこんなにあるんですよ。すごめちゃくちゃ多くねっていう。なんかこれだとあんまりこう人と被らないよね。そうですね、うん、はい、まあ、人気なものとかあると思うんですけど、はいはいはい、人気なやつとか新しく出たものは多分ニューとか、はいはいはい、そういう表示があると思うんですけど、うん、どういうのがいいですか。僕はちょっととある選手のウェブがいいかなと。おお、これですか。はい、これかっこいいね。キス選手です。ああ、まあ、なんでこれが一般用とかだったら、草野球で使うってなったらウェブにあえて紐使ってるものやって色変えるっていうのはありなんですけど、まあ、高校野球っていうことなので紐も同色じゃなきゃいけないっていうと、うん、ウェブ自体に切り込み入ってる方がかっこよく見えるんじゃないかなと思って。確かにかっこいい、はい、これでも完成でいいんじゃねえか。いや、まだあるんですよ。まあ、これはちょっと色じゃないって、
革の種類なんですけど、裏革が選べます。裏革とは、まあ、あの手のひらのこっち、はい、こっち選べんだ。はい、まあ一番いいのは人それぞれなんですけど、あの裏革もあの同じ素材を使った方が耐久性上がるよっていうのは、言われてたりもするので、今回は同じ革でやっていきます。はい、で次は来ましたカラーです。え、こんな選べんの一気に。こんな、ただこれは高校野球専用なんで、うん、一色のみになります。なるほどね。はい、じゃあ選べないんだこれ。いや、この中で高校野球対応カラーっていうのが、おお、なるほどね、だけしか出てこないので、まあ迷わなくて済むという、最初から高校生野球対応のにしておけば使えないカラーを選ぶことがないっていう。なるほど、はい、あの優しいシミュレーションです。さすがですね。はい、で結構あの迷うんですけど、今岸投手青使ってるんですよ。青、ただ青って高校生使えないじゃないですか。そうなんだよ、青使えない。僕が一番好きだった時の岸投手、まあ、これですよ。やば、高校生使ってるわこの色。はい、ナチュラルライム。おお、他の色にしたらどうなの、どういう感じになるんだろう。まあ黒、黒の場合はこう結構締まった感じ。なるほど、これは今流行りのやつ。そうですね、ブロンドか。はい、へー、今井投手西武の、うん、が去年ブロンドのピッチャー用使ってたんですよ。うん、でも本当にこんな感じになってたんで。ああ、なるほど、そうか。まあちょっと前の流行り、ローズブラウン。ローズブラウン、あーいいね、いいね。2、3年ぐらい前に、うん、まあ一時期2009年、2010年あたりかな。うわーいいね、スプレンディットオレンジ。まあタメイカで言うとレッドオレンジ。これいいね、色がすごい、はい、鮮やかだ。かっこいいんですけど、日焼けの色落ちが半端じゃないんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ明るい色は日焼けしやすいので、一番それこそ日焼け しづらいって言ったら元々の本来の色に近かったりとかっていうのがあるんですけど、やっぱ染めちゃってたりとかするので色落ちとか日焼けとかっていうのはどうしても出てくるんですけ ど、 なるほど、ね、めちゃくちゃ派手だなって。やばいよこれ。ってことで今回は、今回はでも2008年日本シリーズ戦ってた時の岸投手の、まあピッチャー用に限らず、あ、これ全部この色に変わるんで一気にバッと。そうです、いいね。それはこうなるともう全部一色しか選べなくなるんです。ほうほうほう。これが一般用でオーダーすると指部分も全部違うよっていう。なるほどね、はい、誰かのようにいろんな色にできるわけね。そうそうそう、はい、そしたらその後何やんの。まあここは全部、あとは全部一緒か。ここだけ変えられるんですよ。あら、うん、裏側だけ変えられるので、だったら使っちゃおうよって。手真っ赤なんぞこれ。ナチュラルライム、これも同色じゃなきゃいけないんですけど、うん、これの違いっていうのが、これが紐と紐の間が白いんですよ。これね、はい、一方こっちのは、あー、なんか白いのないんだ。はい、なるほどね。はい、そういうことか。これはどっちでもいいんですけど、だったら色変えようよと感じですね。なるほどなるほど。で、次がはみ出しなんですけど、これに関しても基本的には、自然色、切りはみの自然色か玉はみの同色か、っていうのが主になります。おお、ほんとだ。どっちがいいですか。だったら変えようよで、だったら変えようよ系きますよ。はい、今日いっぱい。まあ減り側も同色になってしまうので、自由に選べるって言ったらここなんですよ。ステッチだけ。はい、さあどうなる。おー、ちょっと、ちょっと変わった。うん、変わる変わる、すごい。逆に赤、赤いいんじゃない。おー、あー、いや、これだと平裏とも合ってるな。うん、うん、確かに。ピンクいってみます。いってみましょう。ピンクにする高校生いるか。あ、でも、あるじゃない。まあ、自然自然、はい、パープル、どうですかね。いや、赤っぽいだもん。そうですね、うん、赤っぽいっすよ。うん、で、まあ唯一おしゃれできるところじゃないですか、ウェブとあの縫いと、うん、ステッチね、ハステッチが、うん、なんでここは攻めたいんだったら攻めていいのかなとは思うんですけど、平裏もまあおしゃれできてるので、だったらまあ合わせに行くんだったらこれいいですよね。赤が一番。そうですね、これでいいんじゃないですか。
じゃあこちらでいきます。はい。いや、あと刺繍なんですよ。ただ刺繍に関しては本当に好きな言葉入れてもいいですし、もちろん自分の名前を、好きな子の名前とかね。それ入れるか高校生で。まあここでたくさんあるんですよ。おお、めっちゃあるよ。字体がね、いっぱいあるね、はい。まあ、4字体の3種類かな、縁付きだったり影付きだったりとかっていうのが選べるので、まあそこは、まあ、皆さんの好きな言葉だったり、言葉系だったらやっぱ漢字がかっこいいのかなっていう、まあ、漢字のこれかな、縁付き、無字熟語とかいいね。そうですね。で、こう、はい、保存を押すとなると、あれ、あ、来た。保存を押したらこれ、あ、出た。こうやって出てくるんですよ。おお、色のサイズこうなりましたよみたいな。はい。へえ。シミュレーション保存。うん、保存。保存したら ID 入れるんだっけ。はい。あ、じゃあこうやってパスワードを入れて。あ、パスワード入れて。で、まあこの辺はご自身でやっていただくか。うん、名前とか。はい。っていう感じですね。なるほど。はい。はい。以上になります。それでね。はい。はい。はい、といった感じでね、今、はい、水野で、オーダーをね、するシミュレーションをやっていきましたが、はい、やっぱ高校生になると、やっぱりこう色がこう限られるというか、うん、この色だけっていうね、縛りがあるんで、はい、まあ、その中でもね、ウェブとか、うん、ステッチ、縫い糸なんかは色を変えれるってことで、ちょっとこう遊びができるっていう感じ。そうです。あとはまあ刺繍か、刺繍で好きな言葉入れる、手のひらに、手のひらに。あの、今年4月新しい新学期になってね、うん、あのグローブオーダーしたいなと思ったら、こういう風にあのオーダーしてみてください。はい。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしく。それではバラシャー。なんだこれ。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです。現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい。で、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい。革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい。現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。